ゴーストシティ、久しぶりに面白いコメディを見ました。スイスではこれと同時期にニコラス・ケイジの新しいコメディが来ていて、それも面白かったです。これまだ日本公開が決まっていませんけども、近々レビューしたいと思います。それでまあこの2つの面白いコメディを久しぶりに見れて、とても機嫌よくしています。コメディが好きです。最近アメリカではコメディを作るのが難しいらしいんですね。いろいろクレームが来るみたいなんです。まあこの映画 The Lost City はバランスがとても良かったです。際どいジョークとシチュエーショナルコメディとフィジカルギャグ、ドタブタと程よくバランスが取れていました。そしてわざとらしくなく上品で、とても楽しく面白いコメディでした。まあこれはアドベンチャー、ロマンス、コメディなんですけれども、コメディ色が一番強いです。アドベンチャーとロマンスというのは結構ありますよね。ロマンシングストーンとか、去年はジャンクル・クルーズとかありました。この映画はコメディ色がバッチリの映画です。そしてこの映画が私に聞いたのは主に2つ理由があります。一つにはサンドラ・ブルックとチャーニング・テイタムの相性がとてもいいんです。で、2つ目にはブラッド・ピットがカミオで出演していますが、そのシーンがもう最高にかっこよくておかしいんです。サンドラ・ブルックは女流作家を演じます。この作家はもともとは考古学者で、ご主人と一緒に研究していたんですけれども、ご主人が亡くなって、あとは家に閉じこもってロマンス小説を書いています。自分の考古学の知識を使ってロマンス小説を書いてるんですね。で、まあ彼女は人生を捨ててるわけですけれども、その小説の方もだんだん嫌になって、そっちの方も捨てたいんです。そこに彼女のエージェントが彼女の本をプロモーションするイベントを開きます。そのイベントには彼女の本の表紙を飾る男性モデルも来ます。彼の方が人気があるんですね、本自体よりも。そしてひょんなことから2人は一緒に実際にジャングルで冒険をすることになります。まあ最初女流作家はこのモデルを軽蔑してるんですね。そしてこのモデルの方はなんかすっかりその本の人物になっちゃってなった気分でいて、彼女を救おうとするんですけれども、もちろんできません。サンドラ・ブロックはピンクのキラキラのボディースーツを着てるんですけれども、それでジャングルを回るんですね。まあこれはそのイベント、プロモーションのイベントでエージェントに着せられてるんです。彼女はとても嫌がってたんですけれども、それでね、このジャングルでこのスーツが目立つんですね。サンドラ・ブロック自身も円形で撮ってる時でもそのスーツのおかげで人物が目立つんですね。それでスペシャルエフェクトを使う必要がなかったそうです。そしてこのチャンニング・テイタム、男役のチャンニング・テイタムですけれども、まあ、若い時 21st Jump Street なんか面白い映画に出ています。そしてまあサンドラ・ブロックはこの人はコメディの上手い人ですよね。体もよく動きます。で、まあ大抵あんまり好ましくない嫌な女性を演じるんですけれども、でも私たち観客はなんとなく彼女に肩入れしていきます。好きになります。まあ、彼女サンドラ・ブロックは演技の幅が広いです。まあ、ゼログラビティなんか出てますし、幸せの隠れ場所、これではアカデミー女優賞を取っています。で、この映画のお好きな方におすすめのサンドラ・ブロックの映画はデンジャラス・ビューティー、あなたは私の婿になる、この2つも面白かったです。とても面白かったです。それとですね、普通アドベンチャーものって男性が主人公で相手役の女性は20歳ぐらい若いじゃないですか。この映画はサンドラ・ブロックは58歳で、相手のチャニング・テイタムは16歳は若いです。男女が逆転しています。映画を ABC で評価します。評価の基準は下をご覧になってください。 The Lost City、3人の喜劇のうまい俳優のケミストリー、
相性が抜群でした。サンドラ・ブロック、チャンニング・テイタム、ブラッド・ピット、大いに笑えた楽しい映画です。そしてこのジャングル、夏にはいいと思います。この撮影は実際ジャングルでしたそうで、大変だったそうです。暑くて蚊が多くて。 The Lost City、 私の評価は B+ です。ツイッターの方でレビューしてない映画や私が見ている映画や日本公開前の映画のコメントも載せています。またスイスでのブログみたいなことも時々します。